んにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、公開ウェブ相談です。今日のご相談はユンボさん、3児のママさんですよ。9歳と7歳と2歳、大変やね。それ聞いてるだけでうわーって思いますけどね。3人のママさん貫禄ですよ、すごいなと思いますよって私が言ってもあんまり説得力ないかもしれないけど、3人すごいですよ。頑張れんでええで、3人のママさん、ユンボさんのお悩み何なんでしょうね。では早速ユンボさんをお呼びしたいと思います。はい、ユンボさんこんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。9歳何歳2歳っているけど、その3人のうちの何の相談ですか。小学生のこの話なんですけど、ということは9歳と7歳の子、7歳の女の子なんですけど、3年生と1年生、あ、ごめんなさい、4年生と2年生、あ、はい、いつもお風呂の中で、あの、私が生理の時に血がどーって流れるじゃないですか。でその時にお母さんなんで血が出るのっていう話から始まり、これは赤ちゃんが来るために準備しているんだよっていうのを言うんですけど、その時の例えば生理のこととか、例えば性のこととか、そういうことが親としてどういうふうに子供に伝えていけばいいのかっていうのがすごい分からなくて、でいつも赤ちゃん来るのはなんか神様が決めて、お腹に来てっていうなんか神話のような話をしとるんやけど、私もそれがしっくり来なくて本当にそれで伝わってないよなみたいな、そんな顔してる、それふーんって感じ終わっていくんやけど、私の中では伝わってないなみたいな感じで終わっていくんですけど、親として例えば性の話とか、例えば本当にセックスの話とか、生きていく上ですごい大事なことやなんやけど、親とからどうやって伝えたら子供にこう大人になっていく上でこういう大事なことなんやな、大切なことなんやなっていうのを感じられるんかなっていうのがすごい、説明の仕方がわからんみたいなのがちょっとあって、久子さんにちょっと相談させてもらいました。はい、ありがとうございます。はい、4年生2年生は性別はどっちですか。女の子2人ですね。なんですね、2歳が男の子。うまいことうまいこと来てくれたけど2年生はまだそこまでこうね、分かってないかなと思うんですけど、4年生はもうね、早い子たちは知ってるよ、セックス。知ってるよ、クラスの男子とか、ほんまそっち方向早い子たちは中途半端な知識を持ってる、そういう行為も知ってる、でそういう情報ちょろっと入ってきたりもする、でもなんかよく分からへんみたいな、そんな感じかな。うちの娘が5年生の時に学校から家帰ってきて、30センチの物差しあるじゃないですか、学校で使うやつ、あれをね、クラスの男子がね、こうチンチンのとこに当ててね、上下をこうビューってビヨヨヨヨヨン、ボッキーボッキーってずっとやってるんで、ママボッキーって何って聞かれて男子バカと思いましたけどめっちゃおもろい、でも興味あるんやなと思ってね。5年生ぐらいになったら早い子たちは初めての射精というものを経験するんだよね、男の子も。今時そんなんなんですよ、なので興味を持っていて当たり前、でも女の子からしたら勃起って意味がわからん、チンチンないしね、ペニス持ってないしなりますよね。でもなんか男子たちがそれでなんか騒いでる、なんかどうもおちんちんにまつわる話らしい、何みたいな。でもそれと同時に男子アホやからもう嫌やみたいな、そんなんとかいろいろ感情がこう入り混ざって、でも疑問やから、ほんでナチュラルやから、ほんまに自然なままに何って聞いてくるわけですよ、私に。でその時はチャンスやと思って、私は勃起についてものすごい語りましたね、5年生の娘に。でその時にちょうど、3年生の娘 と、その下の幼稚園に行ってる子たちがいたんだけども、いい機会やと思って全員呼んで、勃起についてご説明いたしますみたいな感じで、説明してんけど、もう本当に真実をありのままに科学的にそのまんま普通に話しましたね。5歳ぐらいでも男の子って朝起きた時朝立ちするんよね。大好きな幼稚園の保育園の先生
お昼寝の時にこう横に先生がこう寝てくれてトントンとかしてくれたりするでしょ。で5歳の男の子でね、それでね勃起したりするんですよ。とそういう経験ないってまず幼稚園の男子に聞いて、うん、よくさ朝なんかでチンチン立ってんねん、ママ見てとかで言ってきてるやん、あれやで勃起って。これなちっちゃいチンチンがなビヨーンってなでっかくなってな、ビヨーンって立派にこうなピーンってなる時があるねん。でも女の子はそんなん持ってないから、それがどんな感じなのかよママもようわからんけど、すげえなそういうものを持ってるってかっこええな自分なみたいな、まず男の子に言う。でそれなんで立つか知ってる？でそこからセックスの話が入っていくわけです。で小学校のね、3年生とか4年生の子に対してちんおちんちんがだからそうやって勃起する理由って何かって言ったら、赤ちゃん生まれる時って男一人でも赤ちゃんできひんやろ、わかる？女一人で赤ちゃんできひんやろ、お父さんとお母さんいて赤ちゃんってできるやん、わかる？オスとメスがいひんかったら無理やろ。でもオスとメスがじゃあ横にこうやっていたらそれで赤ちゃん生まれる。どうやったら赤ちゃん生まれると思う？聞く。へえ、結婚したら、えチューしたらちゃうとかで言ってくるよね、うん、でもさクラスにさお父さんいい日お母さんと暮らしてる子とかおらん？お父さんいい日のお母さんだけやのに赤ちゃんその子生まれてきた、おかしない？結婚してなくても子供生まれてるやん。それどうやって説明する？聞くな。あそっかみたいになりますよね。ほらどっかの男の人とチューしたからちゃうって出てくるよね。ほな待って、好きでもないよう分からへんどっかの人とチューする？それそんなんする？それやばない？えじゃあ知らん人がこうやって来てさ、知らん男の人がビーって来てさ、あんたんとこに来てさ、ちょっとチューしようやって言われていいよって言ってするん自分、気持ち悪いやろ。だからシューとかな、そういうのっていうのはもうその相手のことめっちゃ知っててめっちゃ好きな人でもこの人と一緒にずっといたいわぐらいに好きな人じゃなかったらチューはしたらあかんねんで、それ頭入れときや。これだから性犯罪とかそういうことを防ぐっていうことになってくるわけです。でうちはその性教育の一環としてこうパパとママが仲良くしてるっていう姿は子どもたちに積極的に見せてるんですね。セックスは見せませんよ、これは性的虐待になるから見せません。ただそれ以外のことはもう日々イチャイチャしてるのを子供たちに見せまくってます。夜2人でこう寄り添ってこうもたれて映画見てるとか、その映画見ながら私がマークの体にこう足もかけてこうやってやってんのとか、そこに子供がこう入ってきて、なあママ何やって映画見てんの、どういう格好でママ見てんの、えマーク好きやからいいやんほっといてとか言いながらこうやって映画見てるとかね、そういうのを日々やってるわけですよ。ほらほらマークとママってよくイチャイチャしてるやん、あれなんでかって知らん人が来てママあんなんせえへん、絶対せえへんねん、そんなんあかんせえへん、マークのことめっちゃママ好きやから、だからイチャイチャしたいなって思うわけやん。だからそういう相手とチューはするねん。中では赤ちゃんは生まれてきません。さあどうなるか。はい、じゃあここから説明するよ。はい、男の人のおちんちんの下にたまたまが2個あるやろ。その2個のたまたまの中に赤ちゃんの元になる卵が入ってる。女の人はちんちんないからお腹の中におへその下のところに卵になる元があって、その卵の赤ちゃんの元と女の人の持ってる赤ちゃんの元とこの2つが合体したら赤ちゃんが生まれるんやけど、でもその卵と卵が合体するためにはじゃあどうやったらいいか、女の人の卵はお腹の中に入ってるからそれは外には出てこられへんねんな、お腹の中のままやねん。でもそのお腹の中にある卵ちゃんのところに男の人の赤ちゃんの元を送り届けなあかんわけ。さあどうする？みんな考えるよね、えーとか言って。じゃあヒント与えます、パパが持ってる赤ちゃんの元はそれはおちんちんの先からピヨンって出てくんねんけど、実はこれ空気に触れたら一発で死んでしまうねんな。じゃあ空気に触れへんようにママのお腹の中にある卵ちゃんのところにそのパパの赤ちゃんの元を一瞬で空気に触れへんように送り届けるためにどうしたらいいと思うって言ったら、これまた命の授業で小学校にとってめっちゃ面白い答えがあって、じゃあ空気に触れへんねんやったら水の中に入ればいいと思うなるほど思いますよね。めっちゃ面白い。そうなるほど、それも一つの手やなって。でも魚ちゃうしな、水の中でそんな息できひんしな、苦しいしな、それは陸上でそれが行われんねんけどな。じゃあ陸上の中で空気に触れへんように女の人のお腹の中にある卵ちゃんのとこにパパが持ってる命の元を送るために、一瞬で送るためにどうするか。はい、くっつきます。もうこれでもかっていうぐらいくっつきます。
これ以上もう近寄れないっていうぐらいくっついたら、おちんちんの先から出てくる命の元は一瞬でお腹の中にシュッて入れれるやろ。でもじゃあどっから入れる？おへそ？どこ？口？どっから入れる？でおへその下にその卵あんねんやんか。そこに一番近いところから入れなあかんねんけど、おへそはな塞がってるから無理やね。じゃあ穴が開いてて送れる場所どこや？下の方、下の方、下の方でどこやと思う？こう穴が開いてて送れそうな場所どこだ？お尻とかおしっこ出るとことかなってきますよね。実はね、女の子のあなたたちの女の子の体の中にはおしっこが出る穴があるやろ、うんちが出る穴があるやろ、そのちょうど真ん中に守られるようにして命の道があるねん。あるねんで、あるねんで、あんたもあんねんで、へえみたいな。でもそれってなんでそこに場所にあるかって言ったら、おしっこで汚れない、うんちで汚れない、そのちょうど真ん中に守られるようにしてある。でおしっこのところとかうんちのところって触りたい？人のそういうところ嫌やろ。だからこそあえてそこにその大事なところを持ってきて誰にも触らせへんように作られてんの、女の子の体は。すごないか。へえ。そこに、そう、その命の道のところからパパが持ってる赤ちゃんの元をシュンって空気に触れへんように入れるんやけど、その時にじゃあそのおちんちんの先から出てくるやつがさ、おちんちんがふにゃふにゃやったらな、あの命の道に入れられへんや、入らへんやろ、ふにゃふにゃやったら。でそれがピーンってピーンって硬かったら、そこからシュッて入れれて、そこで一瞬でピュッて空気に触れへんようにお腹の中にある命の元にパパの命の元を送れるやろ。だからボッキーすんねん、ボッキーそのままでしょ、そのままやんね。これセックスですよね、うん。しかもそれは大好きな人じゃないとしたらいけないよっていうことも伝える。ですっごくそうやって命の道で守られてある、そういう場所にある、その場所っていうのは将来的にそこから赤ちゃんが生まれてくるところだから、本当に大切だっていう人が大人になって現れるまではその場所は誰にも触らせたらあかん。水着で隠れる部分は絶対触らせてって頼まれても絶対に触らせたらあかん。そこはあなただけのものだから大事に大人になるまで置いときなさい。大事な場所やねんで、命の道やで、分かってる？うんうんうん、そんな風に説明します。で男の子たちにも、じゃあ男の子は命の道は持ってないねんけど、でもそうやって命の元をピャンって発射させるおちんちんを持ってるわけやろ。そこやっぱりめっちゃ大事やん。それが使い物にならへんかったら赤ちゃん生まれてこないわけやから、男の子もおちんちんめっちゃ大事にしなあかんねん。ならおちんちんの場所も水着着た時に隠れる場所やろ。そこは女の子と同じように、水着で隠れる部分はどんなに触らしてとか言われても絶対触らせたらあかんし、見せてって言われても見せたらあかん。極力隠しなさい、大事な場所やからな。こんな説明、4年生ではまだあんまり言わへんけど、5年生ぐらいになると今の説明をした上でこの行為をセックスと言いますっていう、うん、言葉を出してきます。で、ママが持ってる命のもとで、パパが持ってる命のもと、赤ちゃんのもと、そういう言い方で2年生3年生4年生ぐらいまで来るんやけど、5年生になるとそこに精子卵子っていう言葉を持ってきます。たまたまがなって、チンチンの下のたまたまがなって、2年生3年生ってそうなんでいいねんけど、5年生になったらペニス、精巣っていう言葉が出てきます。命の道も最初はそういう表現だけど、5年生になったらこれはバギナと言います、正式名称で言います。うん、そんな風にして説明するのね。こんな感じかな、命の授業は。分かりやすいですね。うんうん、やっぱ段階的に言葉も変えて、そうそうそう、大事だよっていうことを伝えるってことなんやな。でこれが中学生になってくると、今は小学生の間はそのセックスってすごい素敵なものなんだ、気持ち悪いものじゃないんだ、それで赤ちゃんが生まれてくるすごいものなんだ、好きな人とイチャイチャするって素敵だなみたいなところをまず教えてあげるのね。中学生ぐらいになってくると、そのセックスのその苦の部分、妊娠だったりとか性感染症であったりとか、そこが入ってくるんですよ。このポジティブなものばっかりじゃなくって、それによってこんな怖いことがあるよと、だからこそよく考えなさいよあなたたちっていうところを中学生になったら入れていかないといけない。中学生ですか？中学生か。中1ぐらいから、まあ学校によって地域によっては6年生ぐらいからちょっと入れ始めますね。あ、学校によるかな。そうか、そのセッ
X とかを例えば見られたとかいう時も大事なことなんだよっていう風に伝えていくんですね。恥ずかしい。見といてってまず言ってください。今ポポさんはすごい大事なことをしてるから、これは見られることじゃないから見ないでって言ってる。あー言っちゃう、うん、言っていいか、うん、でごめん起きてしまって、起きるとこでやってごめんってまず謝りましょう。謝る、うん、うんうんうん。でそこで一旦ちょっと終了ねっていう風に言ってもらう、うん、でその後で必ずフォロー、何してたんかっていうところ、ですごく素敵なことをしてたんだよっていうようなこと、だからあなたたちも生まれてきたんだよっていうようなこと、ポジティブなところ、そこをしっかり伝えてあげる。そうかそうか、そこを隠しちゃう気持ちがあるから、なんか変な風になってくんだ。そう、だから隠れなかんてって隠れなあかんものやねや、いやいやらしいものなんや、うわパパもママもあたふたしてるんだ、これ聞いたらあかんやつなんやってなるでしょ。でも絶対興味出てくるじゃないですか。聞きたい、 あの時のお父さんとお母さんの表情を思い出したらもう聞けないよね。じゃあどうするかって言ったらネットで検索するよね、友達に聞くよね、とんでもない情報入ってくるよね、うん、これ正しいせいにならないよね。あーそうか、そう、だから堂々とちゃんと説明してあげる、ひるまないっていうことが大事ですよね。漫画やったりとかアニメやったりとか、あと映画やったりとかでも濡れ場って出てくるじゃないですか。私それ出てきたらおいチャンスって思って子供たちとそれについて語りますよ。語る、うん、語る。後ろから抱きしめられてる、いいな、ママも後ろから好き、前より後ろの方が良くない、良くない、18歳の娘に良くない、分かる、やんな後ろやんな、マッチョな人にさ後ろからギュッとされたいよな、分かるみたいな、2人でそんな話してる。笑い話にするってことですか。笑い話っていうか真剣に、あ素敵だねいいねみたいな。あーそうか、いきなりガーンってこうあの襲いかかるそういうシーンとかあったら、あれはあかんよな、あんなんされたら嫌やわ、ママでもあんなんされたら嫌やわ、そんなんじゃなくていいかなみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつこうやってママのことを大事にしてくれながら、そんなんやったらいいけど、あんなんいきなりガーンってやられたらやめろやってなるでなみたいなことを子供に言って、ほんそう言ってますけどね子供。その場面見ただけでシーンってしてしまうから、あかんかこういう風にして、そう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 、そうかぐらいの感じで、そこにこっちからガガガって入っていって、そこを普通にこう会話してあげる、向こうもあっとかなってるから、ママがそうやってお母さんが言ってくれたら、うん、あれなんかすごくこうネガティブなこう隠さないといけないことだと思ってたけど、あれ違うんやってなるよね。ああそうそうそう、どうなら自分がこれからまた生理が来たとか、好きな人ができたとか、それこそなんか彼氏ができて、いよいよセックスっていうものが身近になってきたりっていうような時に、お母さんはそこから逃げんかった、お母さんに話しても大丈夫やこの手の話題はってなったら相談してきてくれるよね。あそうそうなりたいから、そうか、もうならもう全部フルオープンにしたらいいんですよ。あーオープンか、なるほど、頑張るだろ。そうやね、そうやね。あで小学校で習うのは理科とか保健体育で習うのってね、あのね人間の発生とね、なんでかしらけどメダカの発生なんですよ、単元が。ほんで、うん、教員がどっちか選べたりするんですよ。ほうほう、でみんな人間の発生難しいっていうか避けたいから、みんなメダカの発生の方をやっちゃうんですよ。しかも受精した後の話から始まるんですよ。生まれた、うん、受精から、受精から後から、あそうか、その前のブレがないってことか。セックスないんです。おう、受精がないんですよ。どうやってそのオスとメスのその精子と卵子が受精するのかっていうところがすっ飛ばされてて、いきなり受精卵から始まる。おだからまあ子供たちその一番肝心ななぜ受精卵ができたのかっていうところが入らないままに授業進んでいくんですよ。おかしな話でしょ。おそうですね、何の勉強にもなってないというかそうなのそうなの、うん、なんかそこをねやっぱりこう家でしっかりこうフォローしてあげないといけないのかなっていうのはあるし、うん、で、これも学校地域によるんだけど、小学校4年生であの月経の話っていうのはやるんやけどね、ナプキンもらってきたりとかもしますけど、あの大阪なんかはめっちゃ早いからもう男子も女子もみんな聞くんやけど、沖縄来て衝撃やったのがまだ未だに女の子だけなんですよね。男の子聞かない、マジでって思ったけど、うん、そこら辺もやっぱり私の考え方の中では、男の子こそ生理のこと知ってほしい、女の
子こそ男の子の射精の話、勃起の話を知ってほしい。知らないと相手のことが分かんない状態でその異性とは付き合っていけないんですよ、人間同士として。だからしっかり男の子にもしっかりやっぱり生理ってね、女の子ってこんなんなるねんで、生理の時ってね、生理の 前になったらちょっとイライラしたりお腹痛くなったりなんねんでみたいなことね。でもそういう中で女の子たちは頑張ってんねんで、それって命を育む、いつか赤ちゃんを産めるようにっていう準備が体の中で毎月毎月行われてて、すっごいことやねん。だから女の子がなんかクラスの子が機嫌悪い、あれなんか怒ってる今日とかっていう時は、心の中で、あ、もしかしたら生理なんかもしれへんな、お腹痛いんかな、頭痛いんかもしれへんなと思って手を差し伸べてあげれる、で優しくしてあげれる、そういう男子になったらむっちゃモテるぞ。あ、お前生理、お前生理、生理かとか言ったらしばかれるからなって心の中で思うので、ね、そう女の子もほんまに早い男の子は5年生6年生で本当に、ね、マスターベーションも学びますってなってくるので、それがこう女の子の中で気持ち悪い、なんなんみたいに思っちゃったらあかん。精子っていうのはどん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 溜まっていって、おしっこと同じでいっぱいいっぱいになったらトイレで出したくなるやろ、おしっこって。精子も一緒なんやんか。いっぱいいっぱい溜まってきたらそれは出さないと健康に良くない。だから男の子は出したくなるわけ。でもその出そうと思った時には勃起っていう状態にならなければ赤ちゃんの元っていうのは出てこない、射精っていうのは行われない。じゃあどうするかって言ったら、男の子たちは自分の手やったりいろんなものを使って自分で射精させるっていうのをする。これマスターベーションっていうんだけど、みんなやるし、やらないと健康によろしくなかったりです。イライラも吹っ飛ぶ。それだからすごい男の子にとってはマスターベーションっていうのはすごく大切なものだったりもする。それを気持ち悪いとかそんな風に考えるのは違うでって。男ってそういうもんなんやなって。それでね、ムラムラして女の子にわーってこう襲いかかったりじゃなくて、自分の力でそうやって溜まってくるものをしっかり出して、ね、自分をコントロールするっていうことをできる男の子たちはかっこいいんやで。そこもよく考えなさいよっていうのは中学生の授業でやります。私は伝えていきたいと思っていたからですよね。そう、で中にはね、それやるちょっとね、ユンボさんのお子さんたちのようにちょっとレベルの高い中学生の話になってくるんだけどね、マスターベーションの話を授業でやると男の子たちはうーってなんねんけど、一部の女の子たちの表情が曇るんですよ。なんでかっていうと、女の子もマスターベーションしてる子がいるわけ、中学生ぐらいになったらね。でもそれって悪いことじゃないよね。ないですよね。大人の女性ほとんどの人がマスターベーション知ってますですよね。でもそうやってこう寝つけへん時とか、仕事でイライラした時、子供の何かあった時、ママ友と何かあった時、なんかもうむしゃくしゃして、なんか寝られへんわみたいな時にマスターベーションしたらスコンって寝れたりするやん。そういうのあると思うんですよね。ただの性欲っていうことではなくて、そうやって女性もマスターベーションによって自分の心と体の統制をしてるわけ。そこを中学生ぐらいになったら女の子もマスターベーションしていいんやで。全然普通のことやし、自分の体をここをこういうふうに触ったらこんな感じになるな、ここをこうしたらこんな気分になるなっていうことを、自分の心のと体っていうのを自分で開発していって知っていくっていうのは何にも悪いことじゃない。男の子もマスターベーションするけど女の子もしていいからな。この中にはきっとしてる子がいる。そういう自分って異常なんかなとかいやらしいんかなって考えてる子いるかもしれないけど、いいよ、私もしてるからって私いつも中学生に言います。もうフルオープンそうか、でもそれでいいんだって言って学んだらまた絶対違ったやり方をしたなと思う自分も中学校で避妊具とかって大事だよっていうのも伝えていきたいと思うときに、本当に実際のものを見せて、これがこういうものがあるよとか、そういうふうに伝えた方がいいんでしょうか。まあ、やってもいいと思います。家では全然。ただ今も YouTube とか、検索したらいくらでも動画出てくるんでね。それで一緒にこれこんな感じだ、これなみたいな感じで説明してもいいだろうし、避妊具の付け方の指導っていうのは実際いらないと思いますね。なぜその避妊具が必要なのかみたいなところをしっかり押さえておいてあげるっていうところが、その必要性みたいなところが一番重要かもしれないね。で昔はね、こんなでっかいペニスの模型をこうやって体育館に持ってきて、そのコンドームの付け方をやったりしたんですけどね、まあ、いらんわあんなもん。それよりもなぜそれが必要なのか、どういう意味があるのかみたいなところをしっかり押さえる方が先で、そこさえ理解していれば子どもたちはいざセックスってなった時には
え、コンドームどうやってつけるんやろ、それは検索するよね、自分で調べれるよね、いくらでも。で、重要なところはつけ方じゃなくて必要性っていうところ、そっちなんですよ。ね、赤ちゃんどこで生まれてくるのって言って、キャベツが割れて出てくるとか、コウノトリが運んでくるとか、昔私の周りでもそれを言ってたママさんがいたのね。あのね、ある日その子供がね、その子2年生やったんですけどね、私のところにバブバブにピンポーンって来たんですよ。2年生の女の子が、あ、どうしたんって言ったら、あのな、お母さんがな、赤ちゃんどっから生まれるって聞いたらな、鳥が運んでくるって言ってな、そんなん嘘やん、で、嘘やんそんなんって言ったらな、もうバブバブ行って聞いといでって言われたから来たって言って2年生の女の子が来たのよ。だからそういうこと言っちゃうと、これこそもう9歳とか7歳の子たちは、はい嘘っていうのはもう直感的にすぐ分かる、はいはぐらかされた、嘘つかれた、でもそうやって嘘つかれたらもう二度と聞けない、うん、だからやっぱりこれちゃんと向き合ってないのよ。あそうか向き合ってないってことか。向き合ってないよ、逃げてるやん、そこから子供が一番聞きたいことから逃げてる、うん、教えてあげてない。あ、子供はもうそうですね、こんな大事なこと、こんなに素敵なこと、今すごい興味を持ってたこと、好奇心、それを全部目をつんでるやん、ゆうもさん。あー恐ろしい。そうだから、はい、この鳥が運んでくるっていうのは嘘やな、でもなんでないんやろう、そこは分からへん。でも、ま、お母さんが言ったことは嘘やなっていうのは分かる。分かるんや。分かるよ、そんなの。やめるの、9歳と7歳を。そうか、そうだよな。いいことのように、夢のあるようなことで片付けようとしてたんですけど、もうそんなバレてるってことですね。セックスを夢のある素敵なこと、ファンタジーの世界にして、真実を爽やかに、しかもロマンティックに、いかに魅力的に語るかっていうのは、ユンボさんのその創作力にかかってるわけ。だから私は命の道、おしっことうんちの守られるようにみたいな、そういう表現するし、素敵でしょ、なんか特別感あるじゃないですか。大事にしなかったところやった。うん、そう、それはだからどんな言葉を選ぶかっていうのは人それぞれやし、いかにこう上手に、でも絶対嘘がないように伝えるかっていうところ、それが大事なんです。本当ですね、嘘がバレる、バレてるわ。そうかバレてるか。私だけいい気分だっただけ。お母さんってこういう人が、そうか、分かりました。そう、あとね、絵本とかもいろいろ売ってるんですよ。そういうセックスをうまく可愛らしく説明してるような絵本とかもあるんで、本屋さんに行ったら、そういうものもさりげなくちょっと買ってきて、本棚の中にシュッシュッシュッって入れとったらいいんですよ。子供たちやっぱり何やろうと思って見ますよ。見始めたら、お、見てる、ちょっとそれ見た、ちょこれ説明したのかみたいな感じで、その絵本を見ながら一緒にセックスについて上手にこう語ってあげたりっていうような、この媒体を持ってくるっていうのも一つの手。分かりました。でもね、そのね、お母さんの命のもととお父さん持ってる命のもとが一つになるっていう、赤ちゃんになるっていう、その確率ってすごいんよ。これも伝えてあげてほしいんですよ。私いつも言うのは、確率、はい、小学校の運動場にこの金の一粒の砂があります。ここにちっちゃい砂、これをお母さん、運動場の砂の上に、はい、投げました。はい、じゃあこの広い運動場の中からお母さんが投げたこのたった一粒の金の砂粒を、はい、2人で、じゃあ9歳と7歳、はい、一緒に探してきて。見つかる？見つからへんやろ。そのたった一粒の運動場の中の金の一粒の砂、そんな確率でお父さんの命のもととお母さんの命のもとは合体して、あなたたちが生まれてきてんねん。すごいんやで。だから命って大事やねん。大事やな。大事やろ。もう、大事やな。もうそのそうか、セックスが素敵だなっていうところをまず小学生の間は教えてあげる。で、そういうことっていうのは一番信頼してる相手としかダメだよっていうことを、水着で隠れてるとこは絶対触らせないし見せないよっていうところ、そこさえしっかり押さえていれば、大きくなってきた時にもこの性的接触が正しいのか、それとも間違った性的接触なのかっていうのはパッと分かる子になる判断が。
わかります。ちょっと頑張ってみて。生理は、ね、毎月来るから、生理の時はまずすごいチャンスですよ。頑張ってお風呂の中で、うん、上手に生理を説明してあげて。あー、そっかそっか、嘘なく、うん、で生理の説明で、ね、一つだけ注意点、うん、ね、生理痛って実際あるでしょ。でも血が出るっていうのは、うんうん、イコール子供たちから血が出るイコール痛いなんですよ。あー、はいはい、言われます、ね、うん、実際生理痛とかいろいろあるんやけど、それちょっと置いといて、ね、血は出てるだけど、お母さんこれ別に痛いわけでも何でもなくて何ともないんだよ、うん、でそれと同じことがあなたたちももしかしたら1年後2年後ぐらい、5年生か6年生早かったらそれぐらいには起きてくるからな、でもこれは痛くもなんともないねんで、血は出てるけどなっていう、生理をネガティブにせずにポジティブにしてあげるっていうことをまずやってください。あー、なるほどなるほど、うん、中1になった時は生理痛っていうものも説明します。中1で、我慢しちゃって授業がままならなかったりね、中には子宮内膜症とか病気が隠れてたりっていう場合もあるから、痛いのは我慢しなくて、痛い時は必ず大人に言いなさいねって、その痛みは取ってあげるからというところの説明が中1になったら必要になる。ここまではいらない、まあ、生理始まっても最初はもう排卵やったりとか、ホルモンバランスもぐちゃぐちゃなんで生理痛ないし、ね、うん、そうかそうか、そうなんですね、うん、生理に対しても自分がネガティブなことばっかりやったで、それを伝えようとしとったで、あかんあかんあかんと思いました。前向きですね、うん、ほんまいろいろあんねんけど、ちょっとそれ隠してそこはね、ポジティブなところを伝えるっていうのをやってください、はい、あー、わかりました。大事なこと言う、ゆうさん頑張れ頑張れ。いや、めっちゃプレッシャーや。頑張ります、頑張れ。伝えやすくなりそうです。よしよし、うんうんうん、ちょっと1から10まで全部きっちり教えなあかんって一生懸命なった、うん、ダメでしたね。分からへんこと聞かれた時は、え、確かにそれなんでやろ、うん、あ、それはお母さん今分からへんから調べて分かったらまた教えるわ、待っといてって言って、分からないことを知ったかぶりしないこと、それも大事。ああそうか、うん、あ、置いとくと、そう、分からないってことを言って調べてちゃんと説明する。はい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 、そうですね、うん、お母さんも人間やで、分からんことだらけ、分からへんので、分からへん、うん、こうじゃあ、うん、お父さんに聞くわとか調べるわ、ね、うん、誠実に関わってあげる。なるほど、分かりました。頑張ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今日はね、小学生女の子2人のね、ユンモさんの、まあ、下の男の子はまだ2歳だから、まあ、置いといて、はい、上の女の子たち2人に対する性への、その教育ですね、そこら辺のお話、ちょっと皆さん小学校いるママさんと参考になったかなというふうに思いますね。絶対逃げない、隠れない、怒らない、はぐらかさない、ここを大事にして真実を科学的に爽やかに、でロマンティックにいかに話してあげるかっていうところがママの力量だと思っています。はい、12人目産んじゃいました、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本当にリラックスして喋れたでしょ。喋れた、びっくりした。リラックス喋っとるとなってくんですね、なってくね、うん、笑った。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またねー。またねー。ありがとうございます。やった、頑張らんで適当で